あの映画監督で有名なジョン・フォード、彼が好んで使った場所、ですからジョン・フォードポイントかノースウィンド、どちらかにもう一回ちょっと待って戻ってきます。一番左側大きいのバンド上と8番、この名前がイーグルロックっていう名前が付いてます。まあ、皆さんこれ見ると上の方は英語なんですけど、この世界各国の言葉が書いてありまして、右下に日本語が出てるの分かります？そのお隣がちょっと今そのイーグルロックの影で見えないんですけども、まあ、バンドで言うと9番は、メンドリ、左側の高い方の出っ張りが頭、後ろの方が尾っぽ、ね、そういう形で見えるんでメンドリというね、名前の付いた岩です。ウリガムヤンドの墓っていう名前の付いた岩が、今左から数えて3つ目っていうのかな、うん、ちょっと重なってるんでね難しいんですけどね。でその隣ちょっと出っ張ってるの、出っ張ってるのがさっき言った王様が椅子の上に座ったように見えるんでね、まあ王様と椅子みたいな感じだね。でその次上の方がどこどこしてるやつ、これもちょっと僕らは見えないんですけど、一応駅場所っていうね名前がついてる岩です。その隣ちっちゃいのウサギとクマ、クマはなかなかわかんないんですけど、右側のあれはウサギの横側に見えますよね。それからその隣右隣、これは一応キャッスル、お城という名前がついてる岩です。その隣ピースサイドに見えるんですけども、これが中長の横顔、まあ、ピースの指に当たる部分が、羽を、まあ、インディアの方がこう頭に刺す羽をイメージしてる。それから大きなのが最近あるメサですから、これはまあ一応万人というね、いう名前のついてる、まあ、メサ岩ですね。右手、先ほど言ったミッチェルの、まあ、ピュート右側孤立してるのがミッチェル、その向こう側、後ろ辺をこう何ですかね、殴っちゃったんですが、あれは実は独立してるんですけども、グレーの宝石がっていうね、まあこれには書いてないですね。はい、まあ後で見えたらね、ご案内、まあ手のグローブ、手袋、ミト、指のない手袋で、左手の、まあ、ミト。右側に見えるのが、メリック、ね、さっき2人の、登場人物の名前の岩が出てきましたけど、ミッチェルとメリックのメリックっていうのが今、右側にね、右というか正面に見えます。去年できたホテルが、くっついてます。入園ゲートです。ここで料金を払います。右側が右手のミトンで、あれ右手をごめんなさい、真ん中ですね。で一番右側に、メリックの岩があります。で、この左手と右手が、まあ、アルファベットの W っていう字に、まあ、見えれば、この W はウェルカムね、ようこそっていう意味の W。 手のミトンと左手のミトンの間隔は約2キロになるそうです。でこういうのはこういう形で残るっていうのはですね、ちょっとこの辺分かりにくいんですけど、上の方、一番上の地層が白っぽく、見えましたね。これがシナラップっていうね、まあ、堆積岩なんですけど、比較的硬くてすごくなんて密度の濃い高い、砂岩なんですよ。ですから固まってますので、水が通りにくい、水が染み込みにくいね、ということでその下に水が入っていかないから、その岩の下の、ごめんなさい、そのシナランプの、まあ、岩ですよね、やっぱり岩の下が残っちゃう。ですからこういう形になる。シナランプがないところは水が入っていくとやはり柔らかくなって崩れていくんで、どん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 
と周りがなくなっちゃう。それが一番硬い層で真ん中が柔らかいんですね。ですからその硬い層がなかったら、ないところは、崩れていくんでね。崩れていった石、砂が、まあなんていうんですかね、こう山のように盛られてるみたいなね。で、こういう形になってます。右側の、それこそメタ見ていただくと、一番上の層ってちょっと白っぽくないですか、ね、これがシナラップと言われてるね。ですからそこの部分が、雨が降っても水が入らないから、下が崩れないで残る。それは我々の5ドルぐらいだからねっていう感じでね、言ったんですけども、まあ、松井さんなんかも来られてるんじゃないかなと思います。大きいのが胴体、ね、エレファントロックって言います。その右側に、やはり大きな岩なんですけど、これは、この辺から見ると見えるのかな、ラクダ、ね、カーメル、ラクダ岩。これに書いてないんですよね。ラクダ岩だったんですけど、最近名前が変わってきました。皆さん何に見えます？スヌーピー。スヌーピーは、仰向けに寝てるように見えるんで、最近スヌーピーっていうね、名前に変わりつつあります。と思っちゃう。ここにもそれ書いてあるんですよ。でもこのような人に聞いたらね、シスターってのは姉妹じゃなくて、日本語で言うと何ですか、甘さんね、だって言ってましたけどね。まあ、それからもう一つは、露天が出てます。アクセサリー売ってます。少し正面に岩が見えると思います。そこがこれから。レインゴットメサというね、大きな岩が今。ジョン・フォードポイントです。ハリウッドの映画監督ジョン・フォードがこのモニュメントバレーで初めて西部劇ホロバシャを撮影しました。右手のミトン、はい、で向こう真ん中にあるのはあれが多分ちょっとこっから見てるか分かんないですけど、ビッグチーフって大州長だと思うんですよ、うん、このこれがあるからね、うん、あ、前に乗ってね、まあ、なんか観光してますね。日本人って分かるんですけど皆さんマスクしてるんですよ。ここも結構ね、まあ、今日は問題、雲がないから問題ないと思う。いいね、彫刻をして家の前に置くらしいんですけど、そのアーティストポイントです。踊りとトーテムポールです。オンドリです。一番いい時に下に戻ってください、夕焼けの方ですね。夕焼けもう今出なくなっちゃいましたけど、
ホテルのテラスからの眺めです。ホテルの夕食券です。ヨーグルトのような飲み物でした。ここのレストランはなぜかアルコール禁止でした。